ちゃんです。タクトです。浅野です。トッキーでーす。ひろぎんチャンネル。今日はもういつものゲームでいきます。ゲーム。今日のゲームは全員一致するまで帰りません。終電まで50分。いいね、マジで。結構やばい。結構やばいね。速攻終わらせて。速攻終わらせないとやばい。帰宅しましょう。今までのさ、チームワークからして、もう1問目でもう帰れんじゃないの。確かに1問目で終わったらラーメン食べて。例えばだけど、ルールね。結構やってみます。ポケットモンスターの主人公とはって言われたらもうこれしかやるんです。で、せーの、ピカチュウ、光、サトシ、ガム。わかんない。誰？ガンコって誰や？ガンコちゃん。全然つけちゃってたもんね。っていうやつですよね。これを一致させられたら帰れる。一致させられなかったら帰れない。じゃあ一人がネタに走った瞬間。いやダメだよマジで。なるほどね。絶対に終電やばい終電が。でも。あざの終電50分だけど、他3人まだまだあるから大丈夫。歩いて帰れる。後輩です、後輩。タクシー。後輩可愛がってください。タクシーで帰れる。メシアン家の家賃はいくらですか。はい。はい。16万。高。はい。1万5000円。それ管理費じゃないですかね。北海道のワンルーム1万5000円。え、安っ。安いんすね。マジ？ワッキーです。じゃあ、大好きです。すいません。ということで、早速やっていきましょうか。お題お願いします。第1問。おい。ディズニーシーのアトラクションといえば。うわー。これ1個しか知らないよ。せーの。タワーオブテラー。ソフラン。スプラッシュマウンテン。タワーオブテラー。あれ、スプラッシュマウンテンこれ。え、待って、こいつらに突っ込もう、まず。ソフランってお前柔軟剤のことだよ。あれな、違う。ソワリ、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 ソ入ります。絶対これだったよな。いや、迷いました、僕迷いましたよ。じゃあディズニーはむずいわ。第2問、はい、ドラゴンクエストの魔法といえば。うわ、俺ドラクエ分かんないドラクエ分かんない。うわー、分かんねえ。ドラクエってどんなの。ドラクエやってた。やってないです。俺やってないんだよ。ほぼやってました。ポケモンだから俺やっぱポケモン。でも分かんない人がいるから、それに合わせた答え書かないと一致しないからです。そうですね、じゃあ合わせてください。せーの、マグラ、キャド、ホイミ、ラセン。いやおーラセンがお前なるほどだよお前それ。これ実際にこれあんの、ホイミって。あります。あんだ。回復呪文ですね。これ氷系の一番誰持ってないやん言うほど。一個前に行った町に戻る一番使う。あー、第3問、冬の鍋の定番といえば。これはこれ絶対大丈夫でしょ。え、マジでみんなそんな冬といえばね。まあ冬って言ったら、まあ、寒くなってきたらこれ食べに行きたいなみたいな。鍋は鍋だからね。じゃあ行きます。ででん、キムチ鍋。うわ、もつ鍋。あ、味噌鍋。あはははは。待って、ふざけんなよお前。でも一応冬だ。いや味噌冬だったら確かに待って辛くて熱くなる。具材じゃない。何鍋でしょ。何鍋。まあ、かき鍋でも大丈夫。あ、キムチ完全に忘れてた。第4問、はい、ハロウィンのコスプレの定番という。あ、もうはい、これしかない。やっぱこれ着てる女子なんかすごい可愛く見える。これもう朝のレベル俺に合わせて。いや、オッケー。俺の趣味に合わせて。これ俺大好き。いくよ、はい、デデンポリス、水着女子ポリス、猫耳。あ、いやー、なんだマジで。おーい、
ちょっと吉野さん、お前、いや外しに行ってんだ、これ合わせに行ってって。お前、ポリスは俺、まずね、これ、ナースかこれだって俺。え、二択だよ。なんか僕、趣味で行くって。いやいや、だってもう、お前いや、全員一致だから、これそこで一致してもダメない。意味ない。ああ、そうだった。いや、ふざけんな。第5問、はい、札幌の観光客が食べる料理といえば。いやー、これはね、ああ、そうだ、分かった。いやー、マジで、本当に。え、これ、合わせに行きますよ。合わせようよ。分かりました。僕じゃあもう、これでいく。トッキーさんとタクトさん、逆に一般ピーポーが北海道って思う食べ物の方がいいかもしれないです。二択までしよった。うん、二択。僕も二択です、今。こっちだろ。うわー、ちょっと緊張するな。で、ジンギスカン。おっ、うわ、待って、海鮮。ジンギスカン。海鮮でしょ。おー、お前なんかちょっと違えんだな。ジンギスカンだよ、ジンギスカン。ジンギスカンとスープカリーでもらったっすよね。ジンギスカンと味噌ラーメンだよ。いや、味噌ラーメンもあり。味噌ラーメン迷いました。一般ピーポーはこっちよ、北海道の印象。ジンギスカンなんか聞いたことない。いやいやいや、それお前耳詰まってるね。じゃあ6問、風邪をひいた時に食べるものといえば。これはさ、もう合うで、合う合う合う。はい、あ、もうこれで帰るわ。帰れる、帰る、帰る、帰る、準備、帰る、準備。だって帰れるよ。じゃあ行きます。でで、おかゆ。おかゆ、おかゆ。やべ、待って。にぃぃ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 ね。結構今のイージー問題だったよね。結構これが一番最初のターニングポイントを逃した感じ。おかゆか。第7問、うまい棒の定番といえば。はい、定番。これしかない。え、合いそう。ふざけなきゃ。これが食べない。せーの、はい、コンポタージュ。うわー、ミルク。マジで。明太子。マジで。サラダ味ある。ミルクとサラダ。ミルクってありますか？サラダはある。え、サラダあるよね。結構王道だよね。なんかありそうだ。見える。ナビオカなんだと思った。あれです、ハンバーグです。あれよ、それ。ハンバーグ美味しいよ。あー、照り焼きね。なんでコンポタージュって。いや、コンポタージュ迷ったね。もうそうっすよね。第8問、おい、韓国料理の定番という。はいはい、これしかない。あー、多分俺のこと好きなら俺の好きな食べ物分かるでしょ。で、飯屋さん肉しか食わないです。そう、俺肉だよ。メシアさん肉しか食わない。肉だからね。肉、肉だよ俺。じゃあ行きます。ヤンニョムチキン。うわ、来た。サムギョプサル。チーズタッカル。ヤンニョムチキン。ヤンニョムチキンだよね。まあ肉っつっただろ。肉はこれっすよ。マジ。サラダ入ってるよ。いやいや、俺それ、俺からしたらそれもう野菜。まずヤンニョムチキンなんて聞いたことねえ。トッキーです。トッキーです。あ、僕肉。じゃあ、9問目だよね、次。はい、9問目だけルール変更。逆に一致したら最後罰ゲーム。今までは一致したら OK だったんだけど、今回は一致させたらダメ。この問題だけルール変更で。お題ください。はい、ワンピースの四皇といえば誰。もうこれ時間で。これ4じゃないぞ。うわー、これ4個以外4個以外変えても罰ゲーム。そうしよう、4個以外変えても罰ゲームしよう。じゃあ、まずルフィじゃねえや、ワンピース知らねえし。いや、だから面白いんじゃないですか。ワッキーです。トッキーです。かぶったらいけないか。そう、かぶっちゃダメ。かぶったらいけないか。そう、いきます。デデン、カイドウ。おお、ビッグマム。シャンクス。うおお、やったな。僕も最初までよくやった。マジ？俺朝も絶対ビッグマンだよ。いや、俺のこと好きすぎですそれ。そこまでわかんない。いや、俺好きです。めっちゃ怖いよ。危ねー。危な。次の問題行きましょう。まあ、次の問題からはまた普通にね。全員一致させるから。一致させるから。ね、順も。マジ、そろそろ。人の体の中で硬い部分といえる。おいし。おーい。いや、え、これ合うっしょ。一番硬いとこ。一番硬いとこ。
番硬い。一番硬い。いくよ。でで、骨。膝。歯。お前なんて書いてる。なんで、なんで。今日男だけでしょ。撮影。やばあと終電何分もうないもう2分ぐらいもうないです今日飯屋さんち泊まりますこれ今日家ない第11問はいはいポケモンの御三家のタイプといえばあ最初に選ぶ3つのタイプの中で火か水か草かだよ三択じゃん火タイプか択だ水タイプかってじゃあ行きますでれん草草え火え水草ですよね。草ですよね。第12問。はい。おにぎりの具の定番といえば。定番。わあ、もうこれしかない。定番ですよ、メシアさん。食べたいものじゃないです、自分が。これ合わないでしょ。醤油煮たこと。まあ、シャケ。シーチキンマヨネーズ。おかか。お前、シーチキンマヨネーズってツナマヨでいいだろ。うわっ。うわあ。メシアさん。いや、これは合わない。マジむずいわ。これは合わない。やばいね。これ、結構簡単な問題でも合わんかも。おかかって何おかか食べたことないっす第13問おいこのメンバーの中で食べるのが早い人といえば誰おおあこれはさもうさ自己分析できたらこれ合うんちゃうせーのメシアメシアメシアこれおおあったねあったやえマジかこれ結構これ結構触りそうだよ帰ろう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 帰